不正客で賑わう JR 大分駅ですこちらでは多くの人がお土産を買い求めています500種類以上の商品が並ぶ JR 大分駅構内の大分名品蔵帰省の時期を迎えお土産を買い求める人で賑わっていましたおからクッキーみたいな名前のこれ何で選びましたかえっと美味しそうだったからですラーメンとかいっぱい買いました 家族とあの職場の人たちこれ一番好きなんですけど鶏皮揚げ <laughs> これめちゃくちゃゃくく美味しくて多彩なジャンルの品の数々その中でお土産として人気のトップ5を紹介しますまずは定番のザビエルラムレーズンを刻み込んだあんと白あんの2種類がありバターの風味豊かな生地に包まれていて。 大分を代表するメーカーです。続いてはこの謎の鶏天せんべいです。これはねやっぱりもうみんな大好きですし、大分のソウルフードのですね鶏天をキーワードにですね海外のお客様にも大人気の商品となってます。うん味が濃くってうん本当に鶏天食べてるみたいです。もう開けた時から鶏天の香りなんですけど食べるとより鶏天の味が深まってきます。 県産ブランドのさつまいもカンタくんを使ったスイートトポテトしっとりと濃厚な食感に芋本来の甘みが楽しめる一品です4品目は郷土料理をアレンジした野生馬、ま、きな粉のあんを牛皮で包んでいて食感も楽しめます 続きましてはこのですね、ユーフィンミルヒのドーナツです。はい、このドーナツですね、もうあの揚げてないドーナツになってまして、贈り物でも、あとはあのトッピングとかをして美味しく食べることができるあのドーナツになってます。うん、しっとり柔らかくてバターの優しい甘さが広がります。プレーンですけど本当に何もつけなくても美味しいですし、さらにここにこうジャムとか、それぞれの楽しみ方ができると思います。 大分で過ごした夏の思い出とともに誰かに贈るなりまた自分で楽しむなりお気に入りのお土産を見つけたいですね。